遠征で優勝が優勝するの初めてだったので嬉しいです。まあ、日に日に良くなってきました。前の二郎さんが早かったので、レースは無理かなと思ったんですけど、まあ、少し遅かったですけど、乗りやすかったです。一走一走頑張りたいと思います。これからも頑張ります。お願いします。